こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、オーストラリアアマゾン、まあ。どんなものが売れてるのかなと思ってみたらね。えー、ミニオン危機一発というね。えー、英語名だとポップアップミニオンズ。売れてました。43.6ドル。まあ、4000円弱ですね。で、えー、しっかりランキングついてます。 これアマゾンのアメリカで買うと13.59ドル、ねえー、1600円ぐらい、ね、だから3倍弱3倍弱、まあ、3倍弱というか2.5倍ぐらいですかねで、えー、売れてますところがこれ日本でもね、えー、プレネになってます、ね、高く売ってます もともとはね、2480円ですけど、えー、まあ、アマゾンでも5000いくら、で、楽天とかだとね、えー、高いところだと1万円超えて売ってるとこもあると。まあ、これじゃあ、アメリカで買ってね、えー、日本で売ったら儲かるのかと。昔は良かったんですけど、今の日本ではですね、低、えー、価以上で消費を売るのは非常にリスキーです。ね。 もう詐欺師だなんだと見せしめのために返品で潰してやろうとかね。まあ、まあ、日本国内で転売ってのはすごいやりにくいですね。えー、全然おすすめしません。で、a z o n でも検索したときに、えー、こういう変なね、びっくりマークがつきます、ね。黄色三角がつきます。で、そこにカーソル当てると、これ定価より高く売ってますというね、えー、表示がご丁寧にされると。 オーストラリアで検索してね、そんなの出てこないです。これなぜかというと、日本がその値段に異様にうるさいというのが言えます。ね。えー、もう本当に欲しい人が買えなくなるというようなね、えー、ことがそのおもちゃのプレミア付きとかね、コンサートのチケットを高く売るとかで、えー、よく言われます。ただね、まあ本当に欲しいなら別に高くても買えばいいじゃんと思うんですけどね。まあそれが、まあ世界標準。 まあ、オーストラリア値だとね、コンサートのチケットも、えー、日本みたく、えー、1万円で見れる席と1万5千円しかないとかいうことじゃなくてね、えー、1万円で見れる席もあるけど、えー、20万円の席もあると、不定価でですよ、いうのが普通なんで、まあ、 その日本でね、えー、お金がない人にも買えなきゃ、えー、悪徳だみたいな風潮はちょっとね、えー、物を売って儲けるにはすっごいマイナスです。まあ、逆に仕入れに、仕入れする場所としてはいいんですけどね。で、日本、日本の場合はね、本当に欲しいっていうのが、まあ、安くなきゃ欲しくない、安くなきゃ買わない人なのか、あるいは本当に欲しいわけじゃないんだけど、みんなが買ってるから安く買えるなら買おうと思ってる人が買えなくなると。 別にそんな人に売んなきゃいいじゃんと思うんですけど、まあ、そういう人に、えー、そういう人が買えなくなると叩かれます。ね、だからね、えー、ちょっと価格を調べてて、これ日本のが俺高く売れるじゃんっていう商品がね、えー、たまにあるんですけど、まあ、10年前ならまだし、も今はその日本国内でプレミア付きの値段で物を売るっていうのはね、 下手すりゃ見せしめにね、なんか理由こじつけて逮捕されちゃったり、書類送検食らってるとかあるんで、まあやめといた方がいいですね。すごいねたまれるし、叩かれるし、ストレスたまります。まあもといね、オーストラリアアマゾンでミニオン危機一発は、US の大体ね、2.5倍ぐらいで売れてます。そんな形で、まあこの商品、まあ今の時期はね、 テンバーアカデミーの会員さんは、えー、商品出品してないと思いますんでね、えー、ちょっとクリスマスぐらいまではこの公開で、えー、こんな商品が、えー、高く売れてるようだとか売れてるようだというような、ねえー、動画を作っていきたいと思います以上テンバーアカデミー堀秀夫でした